回の缶詰は特別編。第1回からこれまでの高視聴回数ランキングトップ10をお届けします。果たしてどれが1位に輝くのか、早速行ってみましょう。第10位は出航準備、護衛艦のマストに登ってみた。缶詰初、護衛艦からの配信第1弾。護衛艦イカズチのマストに登り、迫力ある映像をお届けしました。コメントでは、普段見られないところが見られて面白い、こういうのが見たかったんです、ありがとうございます、控えめに言って最高ですね、笑いが止まらない、など皆さんの喜ぶ声が。当時海幕広報室で缶詰を担当していた中村一位のユーモアセンスにあふれたナレーションが頭から離れなくなります。中毒性あり、閲覧注意、自己責任でご覧ください。第9位はペンタゴンに潜入してみた。動画ではなんとペンタゴンからの配信が実現。一般公開のペンタゴンツアーでも見ることができない特別な場所も見せてくれました。缶詰だからなせた偉業。当時の米海軍作戦本部連絡官の自衛官の協力により撮影配信が実現。海上自衛官が海外で勤務していることにも関心を持ってもらえ、とてもたくさんの高評価をいただいた動画の一つです。コメントでは、まさに日米同盟のなせる技、貴重な動画ありがとうございます。世界各国の YouTuber が成し遂げられない潜入系動画で草。自衛官が中で仕事しているのを知らなかった、いろいろな方の働きで日本は存在している、といったご意見をいただきました。第8位は海自唯一のぽっちゃり系航空機とは。海上自衛隊の航空部隊唯一の輸送部隊である第61航空隊から輸送機 C-130R を紹介しました。硫黄島や南鳥島への人員物資輸送を行っているこの航空機は、輸送機というだけあって機内も広々。爽やかイケメンのロードマスターが機内を案内してくれます。上空でもまさかの光景を目の当たりにできますよ。コメントでは、象5頭分、何気に C-130R 内のトイレの使い方とか後部側面のドアの閉め方とか分かってためになる動画でした。最初のうちはぽっちゃり系に納得していましたが、見終わる頃にはマッチョ系に変わっていました、などのコメントをいただきました。第7位は海上自衛隊広報作戦会議。コロナ禍で艦艇や基地の一般公開、体験搭乗も何もできなくなってしまった広報活動に希望をもたらす可能性を秘めた缶詰が誕生した瞬間。制服を着た公務員が、しかも自衛官が YouTuber になるなんて誰も想定しなかったでしょう。海自のこういうノリ大好きです。どうせやるならもう突き抜けたところまでやってください。陸海空のコラボもお願いします。前例にとらわれず斬新なアイデアが実行される、素晴らしいと思いました、など温かいコメントをいただきました。第6位は護衛艦でカレーを作ってみた。海上自衛隊の言わずと知れたカレーの動画がランクイン。護衛艦大波の給養員が作ったスタミナビーフカレーのお味はいかに。コロナ禍で黙食だったにもかかわらず、中村一位が表情だけで食レポしてしまう様子はさすがです。コメントでは、興味があってもなかなか見られないところなので面白いです。自衛隊がこういった活動をしてくれるのは嬉しいですね。自分が進路を考えていた時代にこういう情報があったら、今の人生じゃなくて自衛隊に入っていたなって最近思っています、とのご意見が。皆さん、今日の食事はカレーにしませんか。第5位は P3C で離陸してみた。缶詰の記念すべき第1号となる部隊紹介動画です。千葉県柏市の下総航空基地に所属する P3C 哨戒機に搭乗し、離陸する様子をお届けしました。哨戒機を紹介。コメントでは、
自衛隊に興味はあっても知るすべがなかった。知れば知るほど感謝だよ、自衛隊さんありがとう。かっこいい。そして内容が本気。地上とのやり取り、そして離陸、本物の映像に感激、想像以上に見応えありました、などのコメントをいただきました。自衛隊の活動を皆様に知ってもらえるようにと願いを込めて配信した缶つべ第1号、ぜひご覧ください。第4位は護衛艦マヤで出航してみた。護衛艦の出航の様子をお届けしました。艦長の出航用意の号令とともに乗員みんなの緊張感が高まり、隊員一人一人の真剣な眼差しは本当にかっこよかったです。自衛隊では海自が一番伝統を引き継いでいるのに、 YouTube では一番柔軟な広報をしていてすごくいいです。守られていることに感謝いたします。私たちも自衛隊を守らなくては。海自が近しく親近感を覚えました、といったご意見も。身近な存在を目指してます。いよいよトップ3の発表です。第3位は US2 で離水してみた。 US2 が離水するシーンをコックピットからお届けしました。コメントでは、訓練に泣き実動で笑おう、救難に従事なさっている全ての方の心意気を表しているようで感動しました、心から敬服します。 US2 の滑走距離の短さと離水後の上昇していく角度がたまらなく好きです。難易度だけどタイトルのインパクトがすごい、などたくさんの感動の声をお寄せいただきました。第2位は第4位に続いて護衛艦マヤから護衛艦のエンジンを起動してみたが堂々の2位にランクイン。護衛艦のエンジンを起動する瞬間が見られるなんてとっても貴重。コメントでは、ちょうど今護衛艦のエンジンのかけ方がわからなくて困っていたので助かります、せーので機械室に飛んだ時に一人減っています、行き先が心配です、など秀逸なコメントもいただきました。操縦室からの迫力ある映像とともにぜひご覧ください。お待たせしました。缶つべ高視聴回数ランキング堂々の第1位は護衛艦のお風呂に潜入してみたです。缶つべ担当も驚きの高視聴回数。国民の皆様の興味が装備品よりも護衛艦のお風呂に、我々もびっくりです。千人御長のお話も面白かったですね。コメントでは、護衛艦でお風呂に浸かれるとさえ思っていませんでした、シャワーかと。海水のお風呂で肌がベタベタしないなんて初耳です。息子が海上自衛官で国家機密なのであまり話をしてくれませんが、動画を通して生活が分かり誇らしく思います、などなど、我々もなるほどとなるご意見でした。皆さんいかがでしたか。コロナ禍で広報活動が制限されていた最中に生まれた缶つべは4年目に突入します。これからも皆様の期待に応えられるよう、視聴者の皆様のあそこどうなってるのをお見せできるように頑張ります。自衛隊の訓練や生活にどんどん潜入していきますので、お楽しみに。